はい。え、それでは、えー、中山記念、京都、中山金杯、京都金杯、副賞生活、本ちゃんいきます。すみません、中山記念どうだはい。改めまして、改め、開け、開けもうやばいの、開けましてめでとうございます。開幕で、これ。結構最初開幕で。2020年スタートですね。さあ、いよいよ明日とあさってで、スタートです。全然ないでよ、これ。はい。それでは、早速行きましょう。レッチェッ はい。それでは出走表へ行きましょう。まず、中山金杯からですけど。はい。えー、事前調査、事後調査言うてて、本名はクレッシャンドラブ、こちら多分変わりなかったと思われますけど、はい。一番人気ですね。予想通りですか。はい。えー、もうとりあえず、福島金杯選んどきましょうってことで、中山ドリンクしますよって毎回言うてますし、えーと、去年は、ウィンブライドですよね。まあ、おとの、 一個前の福島県民メンバなんですけど、まあ、中山講社ってことと。え二、ー、年前が、二年前もウィンブライトが絡んでるんですよね。はい、ネスタダブイランテスは、確か本名言ってたんですけど、こちらはエラジョニッケーショーかな。こちらで買ってたんでってことで、まあ、マニュアリな舞台と。え三、ー、年前は、三年前はちょっとね、違う理由よね、これ。そうやろ、一二三のバッシュやろ、これ。一二三のバッシュやそうそうそう。 先生これディセンバーステークスの組でいったらえ,えでって,てわおわきてこれ。あはもういいですか。ありがとうございました。はい。とりあえず福島記念場でいきましょうちなみに福島記念場ってちなみに福島記念のまでいくと何ぼですか成績。11114で成績ごっつわるように見えるんですけど、福島記念場に限られますと、えー、馬券からねますんでよろしくお願いしますはい。よろしくお願いしますはい。捨、えー、てご三工風に強いんで。 特に中山だってことで中山4勝してますんでよろしくお願いします。やちゅうことで安城継続騎乗ちパックさんさあ絶好2枠3番で好スタートですかこれいいですね2枠はいいですよ。うん、中山金杯7枠8幕が死に番これは京都の金杯と変わりにりまんんでよろしくお願いします。 ハンデですねトップハンデが確かトリオンフなんでまあ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 妥当ですね頑張ってくださいはい対抗トリオンフにしてます2万人気ですねはいトータルしたらこの間が強いんでしょう前走1年4ヶ月半え1年4ヶ月半でいいな1年4ヶ月開けてチャレンジカップ2着27に逃れたんでねトリオンフトリオンフロードマウイに刺されたんですけどまあまあ十分勝ちに近い2着やと思うんではい小倉記念まで ね、淡々と結果、えー、残しとって、えー、1年4ヶ月空けと怪が空けやったんかなちょっと分からんけどはいトリオムって前から千0羽ですよねはいまあ今回、えー、ちょっとね同型が多いというかタイムフランケルとか、えー、ちょこちょこね前来たがる間がおるんで さあ競り合いになった時どうかですよね毎年この舞台でもだいたい中山金杯ってスローな展開が多いんで前がまあまあ粘れるパターンが多いんですけどちなみに客室ってやっぱ先行馬まあ競馬基本先行馬ですけどどうでしょうかだいまあそうですねたい前でただ逃げた馬ってなかなか勝てないんですけどまあまあまあトリオンフルエの力あったら押し切れるかなと思ってますちょっと中山の 舞台がハテナですけど、まあ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 わかりませんね。走ってみるとわかりませんね。よろしくお願いします。うん、ここらで強いイメージめっちゃ持ってるけどな。安城三浦昌生さんの折り替わで58キロトップハンドです。よろしくお願いします。どう出るかですね、これがね。はい、え、3番でウィークシーズしました。ちょっと人気出てきましたね。を済みますと、ザダルの次ですか。はい。 と人気出ちゃいました。黒三角馬です。敏夫と小松坂正美さんって前回特注馬で5番人気ぐらいで美味しいよと思ってたんですけど、ちょっと人気出たな。これ。ちょっと人気出た。さあ敏夫と小松坂正美さん。ええー、なか、中山金杯連覇ですか。次ね、ウィンブライトで買ってますもんね。今日ね。はい、頑張ってください。うん。えっ、ー、と、前走ディセンバーステーク2着で、福島記念ね。あの、外枠からハイペースで4着は十分ないようでしたってことでね。はい。 でえー、っと確か中山このまま強いよねはい2312なんでねここも多分そんな理由ないですねまあ中山こうして出すしウインクシード復勝折売れてないでしょ多分ねでしょうね単勝折売れてる感じかなまあかもやった単勝かなかもやったらな多分単勝というか単勝をすすめするんじゃなくて単勝折売れるよなと思ったら結構やりがが増えましたはいでまあこの間挟まれた3番二期がザーダルですよねさっき言った通り7六8は今回も切ろうと思ってるんでザーダルごめんなさい7六 8枠か。8枠17番。ごめんなさい。おいしまひーさんといえども、ちょっと今回、振動枠11弾いたんで、ごめんなさい。切、え、ら、ー、してもらいました。来たらごめんなさい。来たら謝る。来たら結構謝る。来たらな、結構謝るところかは,はい。あとは、えー、1枠1番、まず、テリトーリアルですね。はい。前走チャレンジカップ、初重症挑戦で、まあ、外枠から発送で負けてしまいました。はい。カシオペアまで十分強いね。やって前、前回結構注目したんですけど。 えー、まあ一回負けただけので、ね、重傷ねチャンスあるうち枠引いたし枠順恵まれたんでチャンスあるなと思ったのとはいあと4番ノーブルマーズこちらも、えー、ミネリック参上ってことは短期勉強が一斉なんでいきなり重傷ポーンってきてもおかしくないんとあとレッドローですがね今回印上げたろうと思ったんですけどごめんなさい印下げました逆にとね結局前走の範囲がね内から外回して負けた分ね恐竜要素なんですよね 今回打ち役引いたんですけどまた何か同じことしそうなんで田辺さんはちょっと信頼を受けないですこれ5番人気かまあ5番人気がなんか信頼を受けるかもしれんけどなうん6勝民放杯みたいにちょっとね外から巻き込む気分が強いと思うんでまあどうでしょうか協力なかったらこのまでなんでしょうけど意外とレッドローですとかなんか貸すのは気にするんねんけどなうんクレッシャングラブと一緒をしてもな確か民放杯でそうやろって今頃言うてる今頃言い出した今頃結構言い出したなこれ今頃やな結構 うわーウィンクシードレッドですのがなんかちょっときつい気がしたうんなん,かなんか嫌な気がしたウィンクシードの方がまだ正攻法ですよ競馬ね前回運べるからまだ有利かなと思ってますはいあとギビオンねはい6番人気アンジョフォーリーさん前走一番人気からの惨敗組なんでチャンスあるかなと思ってるんですけど最近全然馬券絡まないんでどうかなと思ってますどうでしたんでしょうかまあ中山金杯で走れたら今までの競馬もっと走れてるやろっていうぐらいだけどなやろうな中山で走れるかなわかりません ときすぎちゃう。なんちょうだったっけ。あ,あ、ホーリーなんか。うん。今回ホーリーさんと南区さんがまた冬開催できてます、またありがとうございました。あとラインフランケルね、押さえといでどうしようと思ったっけど、さえときましょう。12万人切れた回でしょう。前走より人気をどうして、前走休み明け2走目です。ね。はい。まあ。去年の三着はですし。まあ、最近成績止まってないですけど。あのね。 やっぱ、巻いた時になんぼなんでね。まあ、前世休み明けって考えると、2、3前もちゃんとね、メールドグラスされてるに、えー、コンマ1ですし。そこまで奥ずれしてないんですよね。うん。まあ、なんかなか銀もそうですけど、やっぱ、花奪いに行くぐらいのスタイルがいいんでね。ちょっと最近出負けが多いんですよね。2番手、ツイートばっかりなんでね。もう、もう一回花奪えようと思って。 ちょっと今回さっきも言った通おり動型多いんでトリオンフがどうかそこでえ出方をかかる,あるはイリーションが前走ねディセンバーに逃げてますんでえどこまでどうなるかだんですよねどこまでどうなるかでも答えないんですけどはい頑張ってくださいノーブルマーズンもマイキスだしねはい中山金牌でハイペースで前が崩れる道も分かへんからなこれソロのマイキスだけなはいであとですねえっ、ー、と紹介してないのがこの2番のブラックスピンの特徴を今回打っておきます はい、まあこの王もの同型に近いんでどうなんでしょうってことなんですけれどなるほど記念の逃げた2子はこのイメージが強すぎてやっぱあのうちの重将はメールドグラスですしねステてふッしュ買ってるしギビアのノブルマーズも倒しますよね。な、まあ、タイムランキン含めて今回と同じメンバーで考えるとチャンスあるんですよねあるですって意味分からんけどチャンスあるなと思ってはいえっとねまあ七夕賞、外枠で。 花を奪い記念で負けたんと新潟記念、えー、逃げたんですけどまあ悪くない4着ですよね、えー、チャレンジカップもね結局逃げ負けてるんですよ押していきようと思ってなるほど記念ぐらい押していきようと思ってねはい、えー、マイペースで逃げたら花奪ったらチャンスあると思うんで大体このまま逃げて勝つスタイルな最近かね、えー、白富士ステークスと。 新潟大所で、ね、5着。なるほど2着でしょう。逃げたあれ、そんな悪くないでしょ。新潟県で4着でしょう。そんな悪くないんで。で、今回絶好の着いきましたし、花が奪れるチャンス十分ありますので、でえー、つむらバースデーってことで、はい、ちょうどバースデーらしいですわ。はい。 ここはね、思い切って花の場合にこう押さえてる場合じゃないと思われる思われる人気もそんな大きく出てないですしマークする場も少ないと思うんで何番逃げた8番逃げたっけいけるやろうなタイヤランキル、グ、えー、あるいはトリウンフがねどこまで仕掛けるわけですね2番人気なんで色気あると思うんで,で5 8キロでしょはいどこまでかってこととクレッシュンドラブが誰を見ながら競馬するかですだとね頑張ってください、はい、中山金杯クレッシュンドラブ本命 独ブラックスペイドでいきます合計123569とできますねはい続きまして京都金牌いきましょうはい、えー、京都金牌ですけどえっ、ー、とねまあ基本やっぱりこの舞台も内枠が不利なんで内枠、えー、ちゃね外枠か大体5大体1から4枠と言いますねただちょっと気になるのがやっぱり今年ちょっと天候の問題で えー、こちらですね、中山はね、C コース代わりである程度、バばはましなってるんですけど、京都のアコース、えー、京都開催終了後、えシ、ー、吉を、えー、育ててるんですけど、痛みが残った状態らしいんですよ。これがちょっとね、明日見なんとわからんババなんで、ちょっと影響受けるかなってとこですね。ダートがしかも山、えー、なんで、まだちょっとバばに湿りがある状態かなと思って。 あそんなかまあ一応でも腐って打ち明け引いとこうと思って引いとこうで打ち明かされとおこうと思って本命サウンドキュアラにしました前今だったんですけどでカテタルドがすでに、ね、一番人気4.5倍ということでこちらはある程度割れてます、えー、本命不在といったレースでございますはいでまあやってサウンドキュアラを本命しておきました。 はい。一旦一種類下げたんですけどね。事前調査で本命打って、自己調査で下げて、もう一回上げてみよう。まぁ枠順で決まったんですけど。はい。えー、まず京都で確か4勝してたっけ、はい、京都で4101。京都公社はい。で、えー、前走リーゲルステイクスですね。ストロング大体の強編に分けましたけど、立派な三着。外枠からやしね。 はい。2走前も京都の同じ舞台マイルを3勝クラスですけど1.8倍という圧勝でミッキー V&A を制覇しております。はい。また、京都の1000万も同じ京都マイルで買ったんですけど1.4倍ね。そのうちビクトリアマイル、いきなり G1 を使ってます。1000万負けですよ。すごい経験しておりますんで。このメンバーに負けてられへんぐらいの経験してますんで、頑張ってください。 まあ断然ですよね。2走前も京都で1.8倍の支持とマイルでね。で同じく京都のマイルで1000万クラス1.4倍と。もう京都ならこのまでしょうっていうぐらいの皆さん買い目示してますんで、まあここなんでしょうね。合うんでしょうね、舞台がね、はい。得意の舞台で、さらに前進ってことではい、まだ遊びながら走っているところがありって書いてるんで、まだ本格っていうか本気出してないっぽいんでね。頑張ってください。うん。 安城がね、松山くんこれがどう出るかやなこれがどう出るかやなちょっと乗り換りが痛いんですけど、宇さん乗れないんで、乗れないというか乗ってないんで。ん。はい、頑張ってください。はい、対抗ダイアトニックにしました。迷ったんですけど。ちょっとこの舞台ね、1008の馬が向くっていう話はしてたんですけど、逆に1004の馬がほぼ来けるかなって不安あります。 前走10着をりましたけどいきなりの g 1そして8枠15番でいただけない枠順で負けちゃいましたちょっときつかった枠じゃねやっぱりうちのペルシャネットとインディーチャンプで決まったレスマイスタイルが逃げばったレースだったんでうん明らかに恵まれない枠順やって京都のマイルが前走で距離負けって感じはしなかったんでまあ実際考えたら1004も1006もそんな粉せんことない走りしてますんではい まあチャンスかなと思ってます。まあただマイルは気になります。ということで距離を克服って書いてますけど、そんなに大きくは合わないと思ってないんで。よろしくお願いします。はい、安城北村でしたんですしね。はい、えー、3番手オールフォーアラブここねー。黒三角めっちゃ迷ったんですよ。めっちゃまだどれしようかなと思って。とりあえず打ち当たってはい。ディープで行きますか？うちのディープにはこのディープ、そしてなんか内田さんのとこですからね。はい。 はねチャンスあるよってことで最近成績の表には見ますけど、えー、4走前5走前ほどですかはいマイルで連勝したんですけど今京都参る阪神マイルと、まあ、いわゆる右回りのワンターンしかも西の競馬とここで連勝しましたんでその後関谷記念新潟行っても表東京また距離長いとこ使われてしかも東京や自然走中山のトリッキーなコースですここ3走全くイケメンしません 舞台が違う舞台が違うちゅ条件に戻ってこようってことでようやく京都帰ってきたんで頑張ってください京都で2勝してますんでねはい、えー、こんだけね条件悪いとこ走らされて9番握りでしょ今回内訳のディープでしょかわいいでしょこれ安城和田流さんのリモしありがとううんありがとうありがとう和田龍さんで全員勝してるからなここな頑張ってくださいなかなかね中落ちさんに和田さんって珍しいんですけどうん これはチャンスやと思ってますんで頑張ってください。そうやね、このコンビでもう一回走るっていうのは京都、ちょっとなめられすぎやと思うねこれは、うん。これはちょっとなめられすぎやで。うん。こう人気を落としたって言ってもね、いや一応ね、ねリフテッドまで一番人気やったし、先紀が去年、普通にやっぱ、あたこれやっぱ舞台が全然ちゃおうってことでね、今回頑張り直してください。うん。はい。 で白三角にまず1番エメラルドホワイトはい、えー、こちら一応着はをされておきましょうかと、えー、もともとまあ京都のマイルで勝ち実績あってマイルチャンピオンシップの17着ですけどまあ大外枠でまあ論外とはい g 1研究はいけるかなと思ってます はいあとはですねマイニールアップねこちらも京都で一回実績あったよねっちゅうことで最近全くなんですけど診断記念まで2着やったんでね、はい、バルディ・セール相手2着これは面白い内容でしたね遅ぶっ差し合ってえ千、ー、両箱も11番人気152.3倍突っ込んできて診断記念もね買ったあとったらまず10番人気ダメら取ったんで。 はい、で今回マイネルフラップ確か10番人気16番人気か16番人気かチャンスあるなこれ突っ込んでくる可能性ありますんでよろしくお願いします穴、うん、だったらチャンスあるけど結構チャンスあるこれはね結構ねチャンスがあると、うん、いや意外と今日止められてら可能性は化ける可能性あるとはいあとは、えー、13番カテドラル1番に決まりましたけど外枠7枠13番で終わり引き 前えやや外目からぶっ刺して届かずの6着で十分な強さだったんですけどまあでも一番人気で713番でえるまじゃないなとまた9高さかなんで人気出るの分かるんですけど、まあ、これ本命の方がええんかなもう遅いか遅いか普通に勝てれるやこうとはええかと悪の際人気をしたと考えた方がええかでも一番人気で買えるかちょっちゅうとんやでなこれな勝てたらうちなみに揺れてるのやっぱり。 やっぱかいかなサウンドキアラのが人気で過ぎたかこの2番人気は言い,いすぎたいやーどっちやろないやーかーサウンドキアラうちで詰まるかな松岡松山くんうちで詰まるかなこれ去年それあったからなこれ去年ねこれねうち役であだだ,だったこれガンちゃんね2枠 <laughs> 4番ガンゃんあ,あれこれがな去年京都校舎で本命打って前前打てわーわー打いとて,て こののまま去年うちで詰まってんのこれ、えー、黒棒のうち2番ですこれが去年痛かってんのこれこれは痛かったこれねうちでね詰まっておおいと終わってもうたこんでうち残ってきたけどもう時す然にそしてこれもう時す然におおそうしいやこれあっじゃあちから抜け出そうって頑張るんやけど外から伸びたまに負けて結局6着やろおいとっこれがねサウンドキャラやったら怖いね頑張ってくださいうん 誰もしてたっけあ今誰も説明勝ち取るのかすみませんあとブレスティーキング7十4番も出させておきますが一応ねえ全、ー、走チャレンジカップ3着でしたんでまあ京都の前イル走れるかは微妙なんですけど、まあ、ただねちょっとこれ気になったのがね今回まあゆうすけさんでこっちに乗るんですけどね堀さんにゆうすけさんで珍しいコンなんですけどでまあ言うと堀さんがねここ普通ねブレスティーキングって まあ中山一線知識ありますし、もともと平和ですから、ここ普通にね、中山金馬走ってくる予定でもよかったと思うんですよね。ここわざわざマイル突っ込んできたね、京都の。なんかあれやなと思って。ちょっと枠順で印切れましたけど、最悪こいつ、いい枠入ったら中らい入ったら褒め打ったろうと思ったんですよ、ときもえってか特徴がね。ちょっとこれ気になるよね。うん。怖ない。なんでこっち来たんだろうね。 でわざわざこんなん中しで試運転してくると思ってないし、前走チャレンジカップやから、明らかに2000使おうと思ってたんやけどね。どうでしょうか。退来してたんかな、これチャレンジカップは。ちょっと分からん。うん。ちょっと気になる。で、ごめんなさい。もともと本命を取って、そうグリッタリング。お外行ってもおた、ね、やめときますわ。すいません。このままが一番おいしかったんけどな。ごめんなさい。やめときますわ、今回。もう無印まで下げました。8億やめとこうと思って、川原さんも開幕から運ないなと思って。 でクチーバをストロングタイタイにしてますちょっとね、ここね、ブレステイキング飲まれたんですけど、はい、えー、ストロングタイタイにしておきます。ブレステッキング気になるな、結構気になるな、これ。はい。モーズダーディもだから印15番以降は、すいません、7枠ですけど、下げました。マナぶさんですけどね、この面白かったな、やけどモズダディもすいません、印を下げました。ごめんなさい。外枠の差です、外枠の差。ごめんなさい。ちょっと外枠嫌いしてきたかな。15、18してきた前まットこう、俺。うん はい、い差し置いてストロンングタイタイです、ね、えー、前走マイル2走目で、えー、この決める味切れ味というか貯、えー、める競馬を実施して、えー、追い込んで勝ったんですけどうん5 8キロ制で強い内容でしたね。でもう溜める競馬がいいって書いておったんで新スタイルに注目ですねこれね。はい なんか前行くと集中力がなくなるって書いてるんであの競馬しかないと思って書いてるんで後ろから競馬を押させて前走な容がよかったとこれもう一回石前試して面白いかなと思って前走5 8くらい勝ってますんで、ね、アンジュサッチーさんワンマーサッチーがあるかもしれないんで頑張ってくださいはいどっちかっていうとどっちかというとねその答えグタ面白いなと思ったんですけど今ブレステキング個人的に熱いと思ってます何でか知らんけど <laughs> はいありがとうございました はい、京都金杯は、えー、と本命がサウンドキアラで、えー、合計8頭できますはい、えー、最後に不傷生活が毎回やってました里のフラッグ1.8倍これか、えー、明日の中山5レース一生クラス仲間入選はい男性人気1場倍 POG 場前走圧勝のこのま女ま王石真穂さん継続騎乗ですね はい、こちらで今日は1.1ですかね、副長1.1。1.2。HC エレガンスがボン折れとるんで、面白いですね。ヒッシ c エレガンスが飛んだらもらう。HC エレガンスか。でもちゃんの堀さんか。これが飛んだら面白いと思ってるので、よろしくお願いします。1:9倍か。HC エレガンス、誰か折れてるだけなのこれな、明日売れへんな。はい、ということで、以上でございます。また開幕のに戻りましょう。はい、中山金杯ですけど、本命3番クレッシャンドラブ福島記念場ってことで、って。 はい、えー、まあ、ただね、えー、クレッシならば本命ですけどまあ1着は厳しいかなってことで一応マルチで買ってます今回最年伏じゃねはいあとは特注バーブラックスピネル握ればバースデーでござい津村さん頑張ってくださいはい京都金牌の方ですけど、えー、悩みましたけど内枠優先でいきましょうかサウンドキャラ,ラかなサウンドキーアラ、はいえー、京都で 4章だったっけしてるんでよろしくお願いしますはいあと9番特注版ワンマーサーチってことでストロングタイン頑張ってくださいはい復調、えー、生活ですけどえー、まあ新年早々ということで POG ば選んでいきましょう外のフラッグ断然一番人気ですけど美味しいマンスなんで本気で頑張ってくださいはいそれでは以上でおりますまた明日のライブで多分お会える,会えると、えー、くくで、ねえー、会えると思うんでよろしくお願いしますそれでは以上で終わりますご清聴ありがとうございました